私は廿日市市地御前に住んでおります緒方澄子です。この学校は昭和23年に卒業しました。そのぐらいなんですね。じゃあインタビューを始めさせていただきます。まず何歳の時に被爆されて、13歳、はい、高等女学校の2年生でした。それはどこで何をしてらっしゃった時に、ちょっと体の調子が悪くて学校休んだんですよね、その日は、はい、で東海市の自宅におりました。でまだ休んだような状態で、寝たような状態、まだ起きてなかったんですけどね、はい、その時にちょうど、そうなんです。だから光も何も分からずに家の下敷きになった状態なんですね。そして何が起きたか分からずにもう気絶した状態だと思います。その気がついたらもう気絶というかその意識がないと言いますか。それでその気がついた時にどういうふうに、おばがちょうど母が5年生の弟のところへ佐伯郡の迫谷村いうとこがあるんです。そこへ面会疎開をしてたもんで、小学校から学童疎開ですかね、だから母が面会に行ってたので、母の妹が留守番に来てくれとったんですね。私弟2人と私とそのおばがいたんです。そしておばがもう住み越えてもう本当叫び声で気がついたんです。そして私の叫び声が聞こえるあたりを瓦を1枚ずつめくってくれたそうです。そして入れて、そして弟2人はタンスの下敷きになってるのを、2人は5歳と3歳の弟を助けて、そして私が3歳の弟、おばが5歳の弟を連れて逃げたんですけどね、はい、だからおばの叫び声で気がつきました。私の名前を、何が起こったのかわからない、そう、何にもわかりませんね、本当。その逃げる途中っていうのは、もうね、方角も全然わからないんです。もう本当火の海でした。もう何十分か経ってますからね。上に出た時はね、だから全然ね、方角はわからないかったんですけど、西方面にね、NTT の西電話局の建物が倒壊せずにそれだけが残ってたんです。だからあそこが西の方角いうのが分かったらしいんです。おばがね、おばの誘導で全部、おばあそこが西だから向こうへ逃げよう言って、はい、もう道なんかありませんから、瓦礫の上を、はい、逃げたような状態なんですよね。やっぱりその周りの人もみんな、それはね、悲惨な状態だったですよ。もうみんな血み泥で家からちょっと屋根上に、屋根のもう家はみんな倒壊して瓦礫ですから、その上に這い出た人なんかね、でも全然動けない人とか、そしてすぐ天満川に差し掛かるんですけど、お分かりですかね、天満川天満川いうすぐなんで、東海地からちょっと100メートルもかね、その川に、初めての川に差し掛かった時にはもう川には人がいっぱい飛び込んで、暑いですからね、やっぱりやけどされた方とか、外におられた方は全部ね、もうやけどで、広瀬橋までやっとたどり着いたんですけど、そこはもう橋の欄干が燃えてました。それでそこを渡って、
で次の 恋の神どういう恋の山手橋が今山手町はやだからまっすぐとにかく逃げていったんですけどね。山手町なんですがね。そしてもうね、あ、いいですか。それでもうその川に河川浅い川ですからね、そこにたどり着いた時にはもうほんと力尽きてもう動けなくなってそこにたどり着いたんですけど、やっぱりもう必死で人の抜け出た穴そこへ落ちたり這い上がったり、もう弟に手をかけられない状態ですよね、自分が必死で。でそれをで山手町のそこの河原にたどり着いた時には弟が背中にしっかりしがみついてたんですよね。その時の感激言ったら本当ね、弟抱きしめて本当嬉しかった、泣きました。本当ね、感激しました。しっかりしがみついてくれてたから、でそれでもうにわかに雲空が曇ってもう真っ黒い雲雨が降り出したんですよね。そのやっぱり逃げてる最中にそのもう今までに見たことない光景が広がっているわけじゃないですか、それを見た時にどういうふうに思われる。そうですね、やはり戦時下ですからすごい爆弾が落ちたねじゃないかねいうのはもう思いましたね。やっぱりほでもう地獄絵巻ですよね。もうちょっと途中でも動けない人で赤ぶくれでもうなんか腫れて横たわっておられる人、もう山手町に着いた人はもう怪我人でいっぱいでしたね。ほんと地獄絵巻ですか、想像もつかない風景だったので、でもう何時間が経ってるから放射能障害でもう嘔吐下痢が始まってもう川の中から上がられなかったです。まあみんなその周りの人はそういう状態なんですよね、だからボロギリをまとったような状態ですからね、こうですかね、やけどは全然してなかったんですけどね、足の裏はもう裸足で逃げてるからやけどでピリピリ、その川に着いた頃に気がついて足がピリピリ痛いのがね気がつく、逃げるのに必死でね、裸足かやけどしたのか全然わからなかったですけどね。その川にたどり着いてからその症状も、もうね放射能障害出ましたよ、みんなですけどね、嘔吐と下痢ですね。そこからその後はどうされ、そこからねもう動かれないからね1週間そこで過ごしました。その本を読ませていただいたんですけど、そこでその後にお母さんと再会され、そうです、何日だったかそのあくる日に母とも再会して、もう避難場所が大体決まってたらしいんですよね、こう東海地はここを言うように、だからその方面に逃げたんじゃないかと思うんですよ、そこで母がやっぱり佐久谷村 のバス待ってた時にすっごいキノコ雲だって、もうバス停の後ろのガラスも壊れたそうです。何十キロ離れたのかちょっとあれなんですがね。でそういうことで再会して、そしてそこで喜び合って、それから1週間過ごすんですけど、その明くる日にやっぱり炊き出しの方がおむすび1個ずつ配ってくださったんですけど、もう美味しかったことでももう
筋を引くようなご飯がもうね傷んで筋を引くようなおむすびだったですけど、すごくね美味しかった、味は忘れられません。やっぱり食べてないのと、うん、で、その実際そのいろんなその人と再会した時は、うん、ね、みんな無言でね、もうぶら下がってるんですよね。川が火傷された方がずっと西に西に逃げられて、でこう川べりにを歩いてこられて、診療所を知っておられませんかとか言って、もう人がさまよい歩いて、でもう明くる日にはもうね、死体にはうじがいっぱい湧いてね、うん、すごいありさまでした。もう日に日に死体がずっと増えていってね、周りに。で、まあ何日かしてからは消防団の方か誰かが全部第八車、担架で、まあ、第八車に乗せて一定の場所で焼却するんですよね、みんな集めてね。その原爆症の症状についてお聞きしたいんですけど、1週間経った時に母のおばが高田郡郷の村いうところから、私が地名、今頃のあれが説明がちょっと下手でごめんなさいね、そこからおじを探しに横川方面へ探しに来てたんですね。6日7日探して歩いて、それが死体には全部トタン言ってわからないでしょうね、どういうんか金属製の薄い板で、昔トタンって言ってたんですよね、納屋なんかにトタン屋根とかね拭いて、それをねみんなこうかぶせてあるんですね、死体集めてはね。でそこをみんなはぐってみて、ずっと2日間探してもいなかった言って、そして偶然にその山手町で会ってからね、そしてまた母のおばがもうここらにおったらもう全員が死んでしまうから言って、とにかく横川まで歩けるかいうことで、みんなぼつぼつ歩いて横川駅まで出たら、怪我人を運ぶトラックとかがしょっちゅう通ってるから、あそこまで歩いて、であそこからだったら乗せてもらえるだろうから言って、みんなが歩いてそこで亡くなられた方とか怪我をしておられる方とかのトラックの荷台に乗せてももう放り込まれるような状態なんですよね。もう必死、みんな必死ですからね、悠長に構えられるのですよね。でそれにお願いしますっておばが必死で頼んで投げ込むような状態で、そしておばの家のあたりまでそれ乗せてもらったんですよね。うん、そしてそこのおばの隣の空き家があったんですね、わらぶきの家が、そこをまず借りて、うん、そこで過ごしたんですけど、うん、もう それでそこからはもう一緒に連れて逃げてくれたおばは社の障害でもう内臓が全部ね、どういうんですか、内臓は傷ついて下血がずっと続いて、9月4日に亡くなったんですけど、そのことも全然私も意識不明になって、42度熱があったりって母が言うんですけどね。でもう34人で頭を並べて、本当ね、もう意識不明の状態で弟2人と私とおばとがね、でおばが一番に亡くなったんですけど、うん、私もまだおばが元気な時に毎朝やっぱりこう髪を解くんですね。そしたらもう束になって髪が抜けて、結局でもこの状態ならもう2人とも助からないから言って、おばがね、まあまあもう絶対にもう助からないから、あの世でまた会えるから、死を恐れないでね言って、もう戦時下ですから、もうすごい気丈なんですよね、みんなそういう教育をみんな受けたんじゃないか、世界中、まあ、日本中、国中がまあそのね、もう
心が引き締まってる、悲しあんまり悲しんだらいけない、勝つまではいうことでねもうそういうことで気丈夫だったと思うんですけど、やはり残念だったと思います。でその死も全然私もわからないで、1ヶ月ぐらい経って叔母が亡くなってすぐぐらいにもうなんか意識がだんだん回復して、それももう放射能で海がね背中全体とかこの足の付け根にね溜まって、その痛みでやはりその海を抜いてもらうまではすっごい痛みなんですよね、その溜まっていくのがね。だからそれで痛みでやはりこう意識が返ったんだ言ってから母は言うんですけどね、言ってましたけど、そして村の診療所で治療を受ける、ここ一番ひどいですから母がおんぶしていかれないんですね、どうしてもここに手が当たるでしょ、おんぶしたら。だからやっぱりもう本当苦労しましたね。もう痛みも忘れられませんし、だからそれからもう歯茎からは出血しますし、紫の斑点が全身に出て、もう寝たうつ伏せでないと寝られない、背中ですかね、うつ伏せ状態で、だから半年から8ヶ月そのままの状態でしたね。現在もそういう症状、そうで、ここは、もうね足が横膝ができないんですよね、こっちができないんですよ、転ぶいうことがね、こっちはできるんですけどね、で背中もいっぱいあれで、ほんとね、あれなんですよ、皆さん近所の方とか、みんなと温泉に行くのもね、なんかちょっとあれが抵抗があるような感じなんですがね、もう年ですからね、家族とは一緒に行ったりしますけどね、もうそういう心の痛みがありましたね、ずっとね。全然傷はなかったんですけどね、20日ぐらい経ってから髪は20日も経たんうちにもう全部抜けてしまって、そして8ヶ月経った頃からは杖をついて、母が帽子状態のものをねちょっと縫ってくれましたので、それをかぶって家の周りは散歩できるようになりましたけどね。完全に動けるようになるまでにはだいぶ時間が、そうですね、8ヶ月から10ヶ月かかりましたね、やはり。その戦争が終わってからの生活っていうのはどういった戦争がね、で父が出征してラバールにいたんですけど、昭和20年の暮れに早かったんですよね、戦地から帰ってきたんですよ。それでもうやっぱり母だけだったらとても学校へもそのままなってたと思うんですけど、もうどうしてもせっかくね学校へ通ったんだから1年3ヶ月ぐらいでもう被爆したんですからね、でせっかくだから学校行けるような状態になったらどうしても学校行った方がいいいうことで、母の里が牛田なんです、今もあるんですけどね、牛田の女学院大学の下なんですよ、だからそこがまだ母のほじゃから私に対しておじいさんもおばあさんもまだ元気だったですからね、預かってあげるからここから行きなさいいうことで、だから学校へ復帰しました。だから昭和21年に入られた方と一緒、一級下の方と一緒ですよね、21年に入られた4月に入学された方と一緒に勉強しましたね。
なんて今またちょっとお話は変わるんですけど、今すごくたくさんの核兵器とかがまだ残っている状態で、そういうことについてどう思われますか？ああ、もう核兵器廃絶のね、署名は随分集めてますよ。私もこの前ニューヨークで核廃絶の世界大会があった時も被爆相談所の方にもあれしてますか、所属してますし、廿日市市の平和団体の9条の会とか憲法9条の会ですね、そんなのにも入会してますから、そういう方でその核兵器廃絶の署名ですよね、そんなのも随分平成2010年にニューヨークに近くの人がその団体で行かれた方がおられるんですよ。でそういう方にも頼まれてもうそういうこととか原発ですよね、そういう上関の原発 の, 署名反対の署名活動とかはずっとしてます。口下手だから署名活動ぐらいはね、皆さんにずっとしてもらってるんですよ。それはずっと続けていきたいねとか思うんですよ。なんとか本当核兵器廃絶のためにね、あれと岩国基地のことでね、岩国基地反対とかああいう署名はずっと私も賛同してずっと署名活動はしてるんですけどね。やっぱり核はない方が、そうですね、もうそれはね今不安な世の中ですけど、本当核兵器は核はもう廃絶してもらいたいと思います。微力なながらね、そういう署名ぐらいのことはね、思ってね。何か署名をやってる。ああ、そうですか。本当ね、嬉しいです。ね、若い方がそういうふうにね、核兵器なんかの廃絶のためにそういう一生懸命やっておられるいうことは本当嬉しいです。私もね。嬉しいっておっしゃっていただいたんですけど、そういう人も含めて今生きてる若い人たちに向けて何かメッセージっていうか伝えたいことっていうのはありますか？ああ、そうですよね。本当やはり今の日本で本当大切な憲法9条を守って、そして戦争のない日本を目指して活動していってほしいと思います。戦争と核兵器をねと思います。貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございます。いや本当にお役に立つかどうかよくあれなんですけど、語り入れたでいつも、被爆体験もね一応カメラを回しとくんで、はい、思い出した時とか話したいことがある時にいつでも話せる状態にはしてるんで。そうですね、私もだから5年前には甲状腺がんになりまして、今最も多い言いますよね、被爆者に多いですね、それも手術しましたし、去年3歳おんぶして私が逃げた弟が亡くなったんですよね、がんでね。だからやはり核兵器は怖いと思います。弟さんっていくつくらい下だったんですか？
10歳下なんです。5歳の弟。はい、5歳の弟もね、ちょっと今病気で入院してるんですけどね。でも5歳だった弟も15年生まれだから、15年生まれと、だから私より今去年死んだ弟は10歳違うから、70歳、69歳で亡くなった。ね、もうね、子供もちゃんと成長してるからあれなんですけど、まあね、でもがん、そこの記念病院に入院してたんですけどね、入退院繰り返しましたよね。でも本当かわいそうなあれでした。意識が最後まではっきりしてますからね、苦しみ苦しんでね亡くなったから。母もがんで亡くなりましたし、お母さんは被爆されて、被爆してないんです。ちょうど5日の晩にね、もうね、弟のところ行きましたからね、だから5日の晩にちょっと心配で県から行ってくるってから行きましたから、被爆はしてないんですよね。でも来る日の朝はもうこっちに向けて帰ってきて、交通状態も悪くて、途中からなんかバスが途中までしかあれしない、途中をやはり徒歩で歩いて、放射能をだいぶ吸ってったと思います。お母さんの入試被爆をされて、そうですね、入試被爆なんですよね。本当言葉があれでごめんなさいね入試被爆でね、原爆手帳をすぐもらってました。入試被爆は多分多いそうですね、あれ2週間前以内だったら、入試被爆なんで、そうですか。役所ずっと寝れ、お元気です？今元気ですね。その足が悪かったので高校に入れなかったんですよ。でそれで役所に勤めて、でその役所はこう連れ、こう救助に行くじゃないですか。でその時に入試被爆をしたみたいなので、ですか、そういうことが多分助けに来たりとかっていうので多いですよね。お母さんも入試被爆、入試被爆でね、何かアメリカとかの人たちに検査とかってされなかった？ABCC ね、あれはもう最初からね、どう強制的だったのかどうか、ちょっと私も親にね、それが私も親にそんなにいろいろ時まで聞いておくとこがことがいっぱいあったと思うんですけどね。もうあまり親ももう話さなかったし、自分の体験だけなんですが、本当 ABCC に最初から連れて行かれて、いう言葉は悪いんです、連れて行かれて検査されてね、初めはね全裸でした。がんは着せられるんですけどね、そうです、性発育不全とかもう全部調べられてね、本当訴えたいような状態状況みんなねそれだったんですよ、俺だから。それからずっとね、で今は日本と共同体ですごい機会が入っとるからいうことで、あれされるんですが、どうも行く、電話かかって健康状態は聞かれるんですけど、もう行くのは嫌でね今 ABCC 放映権はあまり行ってないです。電話かかって健康状態を2年に1回か聞かれるんです。今でもずっと、だから追跡調査いうんですかね、それを しとられるんだろう思うんですよね、13歳の時からの追跡調査、日本からはああだこうだみたいな、なんか日本からはそういうことはないんです。今共同体ですから、日本人の方がから電話かかります、女の方が。一緒にそうですね今はね
った方ってよく差別されるって聞くんですけど、やっぱりそう差別をされたくなくて言わないとかっていうのはあったんですか？ああ、そうですね、私も10年してもう結婚してるんですよね、23歳で。それがね、父が、だから主人の父、父がですね、被爆者なんですよ。で、全然そういうのあれは差別な、そんなことは全然ないから言ってからね、体が弱いし言って、私の両親は随分断ったんですけどね、そういうことはないから絶対にいうことで、まあ結婚したんですけどね、で子供、長女が30年に生まれたんですよね。で24歳でも長女が生まれて、長男がだから27歳の時だったかね。あまり差別は、差別はね、皆さんがいろんな本に書いておられるようには差別はなかったんですよね。友人から聞いたりとかっていうのもない？こう知り合いの人が差別をされたとかっていうのは。ああ、そうですね、友達がね、原爆手帳を受けるときに一応原爆手帳を受けられたんですけど、お母さんが結婚に差し障るから言って返されたんですと。でもう二度と、もうそれから何べんも申請してもね、全然未だにダメ、同い年ぐらいの人なんですけどね、絶対にもうね、それは厚生省の方からもう絶対に受け付けていただけないことでね、残念だいって言ってますけどね。だから差別にすごく恐れておられたんですよね。結構大人の方の方が恐れてたんですかね、こうその娘さんの親の方が原爆手帳を持つなっていうのが多かったってことなんですかね、やっぱり。そうと思いますね。いろんな結婚とかいろんなことで差別されて、結婚もできなかったらいけないとか、やはり昔の人だから。今はもうね、そういうことは関係ないですけどね。だからね、結婚してもずっと貧血で市民病院に入院したり、やっぱり随分弱くて、もうしょっちゅうめまいはしますし、貧血がひどかったですね。だから苦しみましたけど、年を取るにつれて薬はいっぱい飲んでますけどね、薬をいっぱい飲みながら、まあ最初だから事後前に結婚して行っても、福島生協病院ができてからは原爆検診にあそこへずっと行ってたんですよね。だから今も通ってますけど。薬をいっぱい飲んで元気ないうちに、こうして微力ながらね、いろんな活動ができるですけどね。すごい活動していらっしゃって。いえいえ、そういうことはないんですけどね。生活と健康を守る会いうのが全国で18カ所あるに、北海道から沖縄まで、ね、そこに廿日市にできたんですよ。でそこちょうど近くなんですよね。でそこへもうちょこちょこ月水金の午後、はい、ちょっと電話当番ぐらいに。ボランティアで。今日はありがとうございます。もう本当お役に立つかどうか分からなかった。と思うんですよ、原発がなかったら、ですよね。で、この間だから沖縄の先生が1週間福島の方行かれて、その帰りに広島の、国際会議場の室で話があったので聞きに行ったんですけど、その時にもう福島から2人避難してこられた若いお母さん、1人は3ヶ月の赤ちゃん連れておられましたけどね。
もう本当感無量でしたね。もう原発さえなかったら復興も早くできたんと思うんですけど、本当もう上関の原発がもう割とね近いから、照明も随分集めてる。今はまあ中心にちょっとなってますけど、また分かりませんよねこれ。本当反対して行こうと思います、うん、で あそこ上関じゃなしに福島原発も毎日もうニュースを見るのに心が痛みますよね。本当原発はあれは共産党の吉井参院議員の方が5年前にずっと反対されたそうですよね。でその反対されたのにもかかわらず、やはりあそこへ作ったいうことで、その話も聞きに行きましたけどね。まあ本当いろんなね、ああいうねお話があったらすぐね広島ぐらいまでなら出かけてお聞きするんですよ。はい、少しでもね平和のためにあれかねと思いながらね。本当あれは残念なことだと思いますよね。福島原発はあれで被害者が随分ねおられるから、ですごい防護服言うんですか、あれを着て入っていろんな作業してるから大丈夫だろうか大丈夫だろうか思いますよね。うん、すごいですよねあれ本当。なんか正しい技術を持ったかみたいな。なんか行って防護服を着てそこに入って危険圏内に戻ってきた時に基準値を超えてたら、なんかすごい大きいクリーナー作業みたいな場所があって、そこに入って除菌作業をして検査追加にならないと避難所に戻れないみたいなのがあるらしくて。ああすごい。そうですよね。本当汚い腕なんですけど、背中だからね、だからね20日ぐらい経ったらね、毛穴から全部膿が出て、それがコポッとこの皮膚が剥がれるんですよ。全身からですか？どこに出るかわからないんです、それが。で私は背中が重とで、まあ、ここはひどいんですけどね、もう母親が膿が一生出ない一緒行って走りと出て 5,6 センチの本当穴がここにね開いた言ってからね言うんで、まあこちらはそれなんですが、まあ見える顔には出なかった、背中とかこことで腕にね出たんですね。ここから海がどん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 出て、そのね治癒したとこがねもう汚いんですよ。手がものすごく汚いけ恥ずかしいんですけどね、こういうような状態になるんですよ。どういうんか、これ縫わずにこうね治癒してますからね、そのままなんかガーゼやなんかあって、こういう状態のものがこういう状態になるんですよ。どこからねその放射能が出るかわからんのです。それが毛穴から出るんですよ。ということは顔から出ていた人がいたっていうことですか？おられたと思いますね。私はまあね、ただここは若い時こう半袖が着られないので、ちょっと着られないこともない、ね、まあ恥ずかしい時期があったですけどね。こういうのがね、だから本当来た手もあれなんで、ずっとどこからどこのからどの位置から出るかわからないんですよね。不思議ですよね、放射能いうのは怖いですよね。放射能障害いうのはね。そしてまた60年も経ってからも、60何年も経ってからも甲状腺のがんが見つかって、まあ、今竹内クリニックってあそこの麹町にあるんですけどね、そこへずっと通ってるんですね。で低下症ががんになって5年前に手術したようなことなんですけどね、だから学校生活はなんか1年後にまた戻ったって言ったじゃないですか。 あの時になんかこう友達とかもそういう人がたくさんいた。いやもう全員亡くなってるから350名
あの同級生は全部亡くなってるから、おられないから、1年後、そうそうそう、被爆して、あの1年後に入られた人はあの被爆してないから、あのそういう話もねなかったほでこうみんなあの亡くなった私もまああのあすごくもう学校へ復帰できない人ばっかりじゃねとこう思ってたんですよ。まあ亡くなられた方もおられるだろうけども、だからね私もね記憶があれなんですが、あのこの平和を祈るか人々へあの本をねあの送ってくださって、あの初めてあの350名のあの詩を知りまして、はっきり知りまして、愕然として本当ね体調崩しましたね。うーん、で米原先生もすごい乗っ取られたけど、あれは恋でお会いしたんですよね。うーん、でお会いして、まああのもう女の方先生ですごい綺麗な先生だったんで、その先生にお会いしてから大丈夫だった言ってから、あの先生も生徒さんを連れてあそこまで行かれたかどうかまあ分からないんですけど、お会いしたのにもう亡くなっておられるからね、あのあれに乗ってますからね。うん、だからまあ本当話したらキリがないけど、本当いろんな悲惨な目に遭いましたね、やはり。今もあのあそこの時間があったから慰霊碑にねお参りしてから、本当私三好照子さんいて、あそこのあのそれがね1年3ヶ月しか女学院あの入学してから経ってないんですよ。ここにあのその1年3ヶ月でも原爆でしたから、だからねあの友達の顔なんかあまり浮かび出せないんですよね。であのだからねあのそれがね一番仲が良かったのがあそこのあの白島あの常盤橋のふもとに三好医院があるんですよ。お医者さんが今もありますね、あそこに時々通るのにね あるんです。あそこにありますけどね、あ看板はまだ出てます。そこのねあの娘さんと一緒だって、私も三好だ旧姓三好なんですよ、三人好むなんですよ。でねあの同じ名前だからねすごく仲良しになってね、でうんでいつもねうんあの仲良しだったから、その人の名前をねいつも名前にするんですけどね、本当残念ですよ。本当若い友達もみんな会えなくて、そうですよね。前の日まではあの前の日かその前土曜日日曜日も何もなかったと思うんですよ。8月6日は月曜だったんですよね。で前の日だったと思うんですが、あのここに7時半まで集まってね、であのもう本当ねあの戦争の士気を高める歌があったんですよ。花もつぼみも若桜っていう歌が、でそれをみんなあの礼拝があったんですよ。やはりちょこっと朝、朝でね、あのアメリカの先生外国の先生多かったからね、やはりであの生徒をだーっと3階に集めて窓あの覗いあのそこから見学させて、もう外国の先生のあのあれは全部あの焼き払ったんですよ。立派な家具類を校庭の真ん中で、すっごい、うん、それあの私が1年生だったか2年生だったかそこよくわからよく覚えてないんですけどね、あの本当ねあのそういうあの経験も体験もしました。で焼き払って、であのそれでもなんかあのどうだったか礼拝があったような気がするんです。それが済んでみんなあの並んであの雑魚場町ね今の平塚町へあの建物疎開の後片付け勉強一切だからできないですよね。そうですね、せっかく入学した時の喜びはどこのどこへ行ったという、でももうそういう雰囲気になってるからみんなとね、その花もつぼみも若桜開いてね、あのずっと歌いながらねあの行ったですよ。自然に口が出るくらいまで聞いたりもうね声高らかに歌ってね、あの本当あのはしゃいで行ったと思うんですよ、その時はね。もうみんそれが悪霊はもう一瞬にねみんな命がなくなったんですからね。
だからあの平和祈るあの本にも56回生いうのはあのおられないですよね。だからみんなあの亡くなられてるから、小田直子さんが一人出てましたけどね、もう永眠されてますけどね、70代かなんか60代かわからない、永眠って書いてありますよね、あれに。だからあのいろんなね、本当戦争は本当あのもう悲惨と思います。戦争したらいけないと思います。もうなんかねえ、戦争反対を貫いていかないといけないと思いますよ。そしてね、あの卒業するときはね、もうあの下山の下のあのあれなんですよ、今の大学の前にあのバラック建てて勉強してましたけど、次に原爆で今度卒業の時にはもう流れ川校舎ができてました。バラックで、あごめん、あのね簡単に板であのただ囲むだけの家、うん、簡単なあの校舎ですよね。壁も何もつけられないで簡単に生徒のためを思って建てられたんじゃないか思うんですね。まああの広島市が全部そうだったと思うんですけどね、学校をね建てて、うん、もうここはあのもう全然21年にもまだ全然あれだったからね、うん、23年に卒業するときはもうあの校舎ができてましたから、ここで卒業しました。でもこんな立派なものじゃないけどね。それほど立ち変わったと思います。まあ本当あのくだらんことをベラベラ喋ったかもなんですけど、本当ね勘弁してください。またどうかあのこの活動を続けてあの行ってもらったら本当あのありがたいと思います。よろしくお願いします。